こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。さあ、12月になりました。ええ。まあ、何ですか、12月のイベントといったら。12月のイベント？いや、もう、普通にクリスマスだよね。それしかない。どうすれば。ということで今日は、クリスマスプレゼント交換企画交換。交換。大人3人で、プレゼント交換し合う。ゲロ飽きそうなやつだな。まあでも、ただ単に、交換するだけじゃやっぱ面白くないじゃん。そうね。うん。だから、ゲームをして、うん、そのゲームで、自分のプレゼント買ってもらう金額を自分で決める。で、その何のゲームで決めるかというと、うん、今回は、これです！ガオガオ。ああ、ガオガオって言うんだよ、これ。そう。やったことない、見たことない、ね。俺もやったことない。だから、見つけたから、うん、そう、やってみようかな。プラス、ここに新メンバーいるから。うちの新メンバーいるんで。これちなんで。くーちゃんです。そう、ガオガオ。これで、自分の買ってもらえるプレゼントの金額を決めていこうと思います。いいね、わかった。勝負ね、オッケー。うん、じゃあ、それでは今日もやっていきます。レッツ、メリークリスマス。ガオガオ。メリークリスマス。もしもチェプス。さあ、ルールとしては。はいはい。この、魚と骨。これ1本1000円です。1本1000円。1本1000円。高いな。うん。で、この、骨付き肉。うん。これ1500円。1500円。ああ、ああ、ああ、ああ。そしてラスト。うん。これ1本しか入ってないです。うん。このでかい骨。うん。これ1本3000円取ったら。3000円。取ったら価値高いな。うん。で、まあ、その、誰が誰のプレゼント買うかっていうのはもう決まってて、うん。俺がまーちゃんか。そう。で、まーちゃんのが、俺のか。さあ。俺がケッケン。そう。そう。で、この流れが。そう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 。では、それでやっていこうと思うんで。うん、うん。それでは、俺から、やっていきたいと思います。お願いします。スタート！俺はいきなり1500円狙うから、とりあえず上にいるからね。浮いてきたかな。俺もいい、とりあえず。とりあえずいいよ。うん、一周目だから、まだ。一周目だから。いや、行きます。お、何、何狙ってんの？お、どれ狙うの？あ、骨付き肉行こうかな。おーい。それなりに、一旦でいいの？ええ。いいの？とりあえず、とりあえず。まあまあ、まあ、順調に来てるよ。まあまあまあ。順調に稼いでけばいいんだけど、話は。ああ、もう骨付き今見えねえんだけど。じゃあ骨いきますよ。焦るな、焦るな。ほんとに取るな。ちょ、もう一本。もう行く、行く、行く、行く。負けてるんだよね。魚もいいんだよね。いいんだよ。おーい、取りましたー。あ、もういいです、もういいです。今いいです。今の大丈夫？いや、多分危なかったから多分そう取るな。あー、そういうこと。え、次、やばいとか、でもそういうことじゃないか。さあ、じゃあ2回戦目。はい。にゃっ、今さっきマーがアウトになってから、ケッケから行こう。うん、はい、行きます。じゃあ、スタートしますよ。はーい。休憩モード？いや、番犬モード。一回行っちゃってもいいんだよ。そうだよね。一つの目は一回だもんね。そうそうそう。3回戦目は狂犬モード。
さあ音がもうなんかえげついもん、もうクッパチョみたいなステージじゃん。確かにステージやめろ。こいついびきがすげえんだねえ、ちょっと行くぞ。おい、じゃあジャッジ甘い、もしかしてジャッジ甘いかな。おい、もう俺狙うしかないんだよ。太骨フリーよ、太骨フリー狙うしかないんだよ。だから3000狙って2000円のリスクしようか。確かに確かに。いや、これ取ったらヒーローでしょ。ヒーローヒーロー勝てるな。もうこれ取ったら迷うぞ、パスだから、太い骨より太い。もう無理なの、なんか落としちゃったんだもん。怖いよこれマジで。終了。最終結果発表。はい。頑張った頑張った。俺が骨付き2本、肉2本、3000円。骨付き2本。3000ね。これで3000。はい。で普通の骨1、2、3、4、5、6、7本。10000円。やば。え、何それ。高額やん。10000円のプレゼント獲得です。あざす。はい、はい、骨2本、魚1本。ちょっとね、クーがチャッチャしてるね。少ね、はい、少ねえからな俺。で、骨付き肉1本で4500円です。4500円。まあでも普通に4500円。まくったらくった。カートも買いです。このご時世。俺はね、骨しかない。骨がね、6本。6000円。6000円でーす。2回戦目と変わった。まあまあ、しゃあない、しゃあない。俺が、ケッキン6000円のプレゼント。俺が、まーちゃんに4500円の相当のもの。まあまあ、俺に1万円。オーケーオーケー。それではじゃあ、プレゼント交換へ。レッツゴー。もしもしイップス。さあ、えいっす。後日って感じなんですけど、はい、メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。皆さん、プレゼントは買ってきましたでしょうか。準備しました。ええ。うん。まあじゃあ、それぞれ準備したということで、はい、まあ、渡す順番、じゃあこのまま順番でいこうか。ケッケが、うん、まあが俺、うん、俺がケッケ。あ、うん、はい、了解了解。そう、現しよう。うん。しょっぱな、私ってことで。そう。あ、金額もちゃんと言って。いいうん。じゃあね、ちょっとね、これはちょっと置いといて。この子はちょっと置いといて。山ちゃん。はい。4500円。ということなので、山、うん、ちゃん、メリークリスマス。メリークリスマス。でかい。そう。でかい。ちょっとあの放送に気使ったわ。ちょっと裸眼で見ていいかな。開封の儀。これこういうのあんまり綺麗に開けれるタイプじゃないんだけど。あ、大丈夫。パン行くから。あ、パンって開くんだって。もう、もう開けるようにした。ごめんよ。びっくりさせた。いや、いいね、プレゼント交換っていうのは。一応ね、まーちゃんのことを考えて、うん、ガチで選んでみたい。いや、やっぱまあ、考えたらね、俺もみんな考えてるから、ちゃんと。え？いやいや、あの、ケッケのこと、ね。ああ、そういうことね。ああ、ありがたいね。そう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 。そういうことね。早く開けろよ、楽しいよね。そう。ごめんね。ごめんね。さあ。はい。覚えててくれたもん。覚えてた。やば。ちょ、これさ、前にさ、ケッケとドンキ行った時に、うん、こうパロディ T シャツが欲しいっつって、うん、このラコステのさ、うん、あのパロディのさ、起こして、うん、これ欲しいって言ったの。これ欲しいって言ったの。そういうことね。もう、マジか。そう、覚えてたよ、ちゃんと。とんでもない嬉しいんだけど。サイズはちょっとあの M なんだけど、うん、多分大きい。M だよ。S なの。S。 いや、そこはあるとこじゃなくない？山が入ってんだよ。そう。手紙？それは、ラブレター。ちょっと気持ち悪いわ、それは。
あ、いいじゃん。え、これも覚えててくれたの？なんかさ、そう、これが、なんかさ、一回俺、おもちゃ屋さんに一人行って、スパイダーマンの置物を買おうと思ったみたいな会話したの。うん。多分、それを思い出してくれてたのかな。そう、袋から出してもいいじゃん。一応、なんか鍵置きみたいな。鍵置きなんだ。シャレオツじゃん。そう。え、か、壁に引っ掛けるの？そう。え、どういうこと？どういうこと？壁にペンって貼るんでしょ？開けるよ。うん。おお。ひこんじるっていうやつみたい。あ、それいいな。あ、これ強っ。こう。やめろ。はい、じゃあラスト、はい、これ。うわー、ありがてえ、マジで。なんだ、やっぱセンスいいな。それは本当にあの、確かに。余った端たがれみたいな。結構センス、なんか、そういうのが良くないよ。しょうがないじゃん。何なんか、頑張っち。女の子のライブ、ライブとか。頑張っちです。いや、それ帽子につけるわ、ピンクの。少年。めちゃめちゃ少年。せめて鍵にさせてよ。せめて。ちょっと恥ずいよ。え、マジか。超ありがてえ。っていう以上3点が僕のマーちゃんへのクリスマスプレゼントですね。いいプレゼント。ガチで考えたから。実用性抜群よ。確かに。この、バッチが。ありがとう、一軒。はい。いや、いいじゃん。じゃあ、私、はい。バッチキの番ですよ。はい。高かったよ。1万円だからね。あ、これこんなの売ってんだ、安いって言ってたのがあったの。へえ。あ、持ってないのかなと思ったの、うん、だからその安いやつを買うんだったらちょっといいやつ買おうかなと思ってこれを買いました。へえ。手出して、どうぞ。何これ。うえ、嘘だろ。おお。嘘だろ。あの、これね。そうイヤホンマイクじゃないけど、電話のやつね。そうそうそう。はい。いや、仕事の時に使えるかな。あ、確かに確かに。仕事の時めっちゃ重要だね。そうそう。しかもちゃんとしてるやつ、剣ウッドじゃない。ちゃんとしてる。剣ウッドじゃない。剣ウッドか、うぅ、びっくりした。うん。剣ウッドじゃない。剣ウッド。あ、いや、いいね。これ嬉しいわ。そう。いや、だから、まあ、持ってるんだったとしたら壊れたら使ってよ。ああ。いや、持ってない。うん、ね。なんていうの、ハンズフリーマイクってなんていうのこれ。イヤホン、ブルートゥースイヤホン。ブルートゥースイヤホン。うん。いや、知らんけど。まあ、運転中とか電話できる。そう。俺の中でね、まあ、これメインね。うん。メイン。まあ、最近また始め出したからいっかなと思って、これ。はい。ありがたい。ありがたい、イルマは。うん。まあ、さっきさ、あの、木捨てたじゃん。ああ、確かに。ファイヤーの、うん、あれ、ちょ、迷惑だった。いや、これは。ありがたい、イルマ。ありがたい、マジで。そう。まあ。いや、いい。ね、うん、メリークリスマス。で、これで、1万2000、3000ぐらいだったの。うん、もうこうやってやった。で、まあまあ、さっきの俺で言うさ、まあ、こういう感じよ、もう。ああ、なるほど。こういう感じ。まあ、だから、ね。うん、はい。あ、入ってんの？入ってる。入ってる。入ってる。カメラクリ。俺はね、簡単には終わんない男だ。あー、なるほど。何？ケース。あー、優しい。イルマのケース。しかもさ、この柄がさ、ジュニアっぽい。そう、ね、俺ペーズリーめっちゃ好きなのよ、ね、バンダナ柄ってこと。そう。いや、これ超ありがたい。そう、そのイメージ超強いから。へー。まあ、それで1万5000ぐらい。全部でね。いや、ありがとうございます。そんなもんでしょ。ありがとうございます。いや、最高だわ。うん、いや、これはいいクリスマスプレゼント。そうな、あの、たかがあの、ガオガオくんでここまでなり合いました。確かに、ガオガオくんで。これが大人の力だよ。いや、ありがとうございます。それでは、はい、ラスト、俺から聞いて。はい。まず、もう前振りじゃないけど、うん、ちょっと思い出話があって。おう。いや、ケッケンチにはこれあったんじゃねえかな、昔っていう。うん、昔？今はないけど、あ、関係？いや、今はもうどうかな、わかんない。うん。いや、ケッケンチ、まあ、昔は確実にあった。うん、まあ、何？だからこれ多分必要だろうなっていうのを。顔がさ、長年の付き合いじゃ考察するよ。うん、顔うさぎしてるな。いや、ちょっとこの紙袋は違うんだけど、うん、その中身は。うん、で、しかも買って、うん、放送しますかって言われたけど、うん、いや、俺に任せる。俺の方がセンスあるから。そういうこと。まあ、じゃあ、その放送の綺麗さも込みで。ああ。そういうことでしょ。うん。押したよね、今。うん。不安しかない。
メリークリスマス。ありがとうございます。うん、いやー、結局これマジ必要だったな。あー、はいはいはい。なんか一個です。一個です。なんかお肉みたいな感じだけど。お肉がキャンディーの2択なのよ、これ今のところね。いやマジで、うん、でもケッケンチーはそれ必要だと思うんだよ。ちょっとあの見てわかるかな、ほらなんかあの針金入りのやつじゃないのよ、輪ゴムっていうね。いやでもケッケンちゃんと色付きの赤と緑のメリークリークリスマスカラーで、ちゃんとその辺は気使って、うん、何でそこ気使ってこれには気使わない。多分何かの家電買った時についてきた輪ゴムとお弁当だよ、うん、だよね。赤は確実にそう。ああ、お弁当屋さんで。じゃあちょっと開封のね。どうぞどうぞ。いいですか、うん、俺が昔持ってた、いや、持ってたんじゃなくて、ケッケン陣あって、うんうんうん、これは必要だなっていうの。え、何？いや、マジで。軽いかな？軽い。え、全然軽い。軽い、軽い、軽い。いやー、これはね、マジで喜んでくれると思うんだよな。うん、じゃあちょっと。ゴム切れちゃった。こっちもちょっと外してね。ちょっと。いやー、喜んでくれるだろうな、これ。来ちゃうか。なっ、これは絶対と思うんだよ。なんか言い聞かしてんだよね、自分に。だって予算何個だっけ。予算は6000円。そう、6000円結構あったじゃん。え、そうそう、その辛さでじゃあ6000円ってことでしょ。そうそう、まあでもマジで実用的だから、これは確実に。ダダン、 It's good to underwrite in a white wire。 あ、ちなみに箱も俺が選んだ。ああ、じゃあね。そうそう、あ、これ箱別。別別別。別ね。別より別より。はい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 。ご対面。ご対面。怖い。え、こう。いい仕事してますねってやつかな、これは。何これ。あれ、いや、ちゃんと説明書も入ってるから。あ、説明書入ってる。うん、入ってる。これが本題ではない。うん、説明書入ってる。説明書があった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 。うん。説明書。シャンデリア級。60ワット。白熱灯？この時代に白熱灯？ねえ、LED のご時世に。白熱灯？いや、ケッケン自分がシャンデリアあったなと思って。あ、まあ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 、昔ね、あったね、あったね。あったけど。うん、なんか、玉切れた時必要かなと思って。え、今ないもしかして。ないな。ない？ないな。うわぁ。だとしてもだよね、いろいろ込みでだよ。裸で入れんだよ。一応あのね、気は使ってる。気は使ってんのよ、これ。割れないように。ただ、1個って。だから、演出が強すぎるんだよ。今なかった、ケッケンチ。今ないな。あ、今ちゃんとあの、LED のやつ、ね、あ、はい。シャンデリアもないし。うん、あ、もうそうなるよ。そりゃそうなるよ。そりゃそうなるよ。もうダメ。ティリッティティッ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 ってなってるよ。見ててるんだよこれ。なんだったらおまけの方だからね。あ、まあまあまあ、まあ、これだってスケベバッチと同じぐらいでしょ、単価。え、単価？いや、スケベバッチより高いから。高い、マジで。250円ぐらい。もう2時間ぐらい悩んだ。2時間悩んでシャンデリアなかったことに気づかなかったのね。そう。いや、昔あったんだけどなって思いながら。皆さんもいいクリスマスにしてください。メリークリスマス。さよなら。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。